from shining through.56,600円だって。かもしれないですね。あ、ようやらちょっとですね。調査が残りました。合わせます、いいですか？うん、OK。開けますよ。コウキさん、結構しっかりした棒がついてますけど、うん、テーマは軽量化じゃないんですか？そうだよ、今回はね、ステンレスを使います。軽いんですか？軽くて丈夫、うん、チタンボルトですか？チタンボルト。何か違うんですか？軽いです。よっ、寿司三昧。さらにまたどん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 削れるところを削ってもらって、余分なものをね出しましたけど、これ全部持ったらすごいよ。これだいたい何キロぐらいですか？100キロぐらい。本当ですか？嘘です。おはようございます。去年はですね、 D1 でもともと使っていた車を買ってきたんですけども、トラブルが出た、あとはパワーがなくて車速が出ない、まあ、そんなことがありまして、まあ、あとライツと閉塞でずっと出てたので、まあ、テスト不足とかね、まあ、その辺を踏まえまして今年は車を変えてきました。今回大幅に変えたのはですね、ちゃんとマシンの責任者を一人決めました。紹介しましょう。全ての責任を持ってくれるナイスガイです。この方です。じゃん、コウキマルです。車が乗りにくい、車がトラブった、ベスト4に入れない、お腹が空いた、生活で悩み事がある。それ私の成績も悪かったらコウキマルのせいなんですか？ああ、まあ全責任者っていうことで、まあ、とりあえず、まあ、なんとかするから、まあ、全部任しといてください、はい、見て見て、車が。とりあえず今日は走らせることが目的なので、まあ外装はこんな感じです。ものすごい、あのいろんなところを本当作り直していただいたんで、まずエンジンです。じゃーん、3.1 リッターから今年 3.4 リッターになりました。実はですね、これ去年のエンジンではありません。もともとマーキュリーの Z が競技車両で走ってまして、過去にそのエンジンをオーバーホールして、
乗せ替えました。約850馬力。ブン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 。じゃーん。ミッションでございますが、こちらもですね、Z から盗んできました。今年はホリンジャー。とにかくマシンを軽量化していこうということで、実はこのミッションに変えただけで30キロも軽くなりました。30キロだよ。楽しみです。新しいミッション乗ったことないから、初ホリンジャー。あとね、見てこのピカピカのサージタンク。このサージタンクも新しくしました。ファンネル形状っていう形になってて、風の通りを効率化されてるんですよ。まあ、単純明快で言うとこれでパワーアップします。もう今見えないんだけど、マニア新しくなりました。結構割れるんですよ。すごくスチール製になって丈夫になった。割れにくい。ベーン。これね、タービンをワンサイズアップしました。上も下もよく回った。で、オルタの位置をこっちからこっちに変えてベルトを貼り直してる。これでベルト止め対策をしていただいてます。オイルクーラー見てください。こんなとこについてるの。これを一応サイズアップして4対策をしてあります。じゃーん。ウィング見てください。スワンネックのウィングだったんですよ。すごいお気に入りだったんですけど、リア周りを軽量化するのに見つけ位置の関係と、単純にこっちの羽の方が軽いで、今日はこれからこのマシンをテストしますが、どうなんだ。さっきね、ちょっと動かしたんですが、ここまで。そしたら段ボールみたいだった。というと軽すぎる。軽すぎて段ボールに乗ってるみたいな。ついてこないとき電圧がね 5.8 まで下がってるんだね。今はオルタがとりあえず端子を疑ってちょっとチェックしてます。ハンマーいいっすか。はい。これから作業を始めるんですか。どんなところが疑わしいみたいなのって今日あったんですか。まあ、電圧が下がっているっていうところまでは分かったんだけど、じゃあなんで電圧が下がっちゃってるのっていうのが今考えてます。原因分かったんですか。分かった。ただ電源の線が一個抜けてるっていうか、どこ行っちゃったのか分かんない。なくなってる。
おはようございます。日光から1日明けて2日目です。今日は、D1 号のテストリベンジをしたいと思います。原因であろうというところは、潰していただいたので、今日はきっとできる。ちょっと日光はね、すいませんでしたね。ちょっとね、配線ミスちょっとやってしまいました。まあでもね、ほぼ原因は7割間違いないと思うんで、あと3割は3割はあら、あの頂上現象が起きる可能性があるから、あの3割ぐらいは残しといて、はい、まあでも多分ほぼ大丈夫だと思います。こんにちは、マーキュリーに到着いたしました。私はですね、ステッカー貼りぐらいならお手伝いできるんではないかと思いまして、ステッカーを貼りにやってまいりました。じゃーん、これは大都合はちゃんといますよ。ドゥンドゥン。実はね、全然違うのが一つあって、ちょっと色が濃いと思いませんか。色がだってほら、ライツ号あれ、あーだもん、ライツ号これね、ほらこの一番薄い水色が入ってるの、ライツ号って、この薄い水色、これこの薄い水色、それがね、今年の仕様はね、この薄い水色が入ってないんですよ。わあ、できるの楽しみだな。これエアロついたら絶対かっこいい。それではステッカー並べましたので、頑張って貼っていきましょう。おお。今ね、もう9時なんですけど、ちょっと見てくださいね。でーん、やばくない？ねえねえ、やばくない？
それではマシンも完成しましたので奥へ向きに行っていきます。そうそうそう、当然トラブルのチェック乗りやすくする、まあまあなんて言っちゃうのこれ、この車の人責任者信号の実績のあるステップメタキック、おばちゃんトリートネーションになります。まあ何でもやります。信号今年はオフシーズンもう全てを放り投げてひたすら修行してたんですよ。マシンもパワーアップしたし、ドライバーものパワーアップしないとなということで、今年はね運転技術もそれだけを重視して、今までは D1 に出るためのこう準備とか、まあ、去年はライツで閉鎖してたからそれを継続させるためのやらなきゃいけないっていうことが多かったんですけど、まあ、チームもいろいろ体制を整理して変えたりとか、いやだから悪くなるはずがないんですよ。だからの度数が出ます。加速がまあ最高速で105キロぐらいで、はい、点数が 97.51。 やっぱねまだ最終のこの坂降りてからの右の立ち上がりのリズムがね、毎回そのそこが決まってなくていろんなの試してるから、ストレートのリズムが今まだ取れてなくて、とりあえずグリップを固定にします。8点台目指して頑張ります。最後の練習走行ドスの点数を待ってみましょう。98.2 回目のやつってことですよね、これ。98点台乗りました。ここからもっと上げていきたいなって思う理想、明日頑張りますよという意気込みで、今日は早く寝ましょうとにかく97出す、はい、さあこうなると今日はやはり最低でも97点台、この点台ではこの辺の一発をこの2本目でさあ出し切れるかどうか、大きなヒントからシュートを出す。
ちょっと小さいところ入っていくが大丈夫か。そのまま回し込んでいく。角度をもう一回つけ出した感じ。さあ帰ってきた。そしてもう一度3、4コーナーに向けてずーっと振り込んでいく。さあここはゾーンがきっちり取ってった。この辺り最後まで減点がないようにしっかりとコースが収まった。おはようございます。いよ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 本番です。でもね、楽しく行きたいんです。真剣に楽しくじゃないと見てる人にも伝わらないですからね。この辺のじゃないよね。船に入りました。カーナンバー23マーキュリーセラクジンバリの S1 号下田紗弥香です。さあ下田紗弥香、昨年度ランキング17位、何度もベスト16には残った。そしてここ奥伊吹でもベスト16に残った。非常に走りがいのあるコースということは言っていた。浅い角度がない。危ない。ここで角度増し。さあそうするとちょっとこの辺りの第2セクター第3セクターが辛くなってくる。さあどうだ。ここもゾーンを取ってきた。どちらかというとゾーン2ゾーンでゾーン狙いになっちゃってますね。 96.9 無難だね。無難に決めたね。下田紗弥香の2本目のスタート。さあ下田紗弥香1本目 96.9、 残るためには7点台、ここは入れておきたいところ。まだ降りてきた青いマシン下田。去年はルーキー、しかし今年は2年目。まず先ほどよりも真っ赤なことをつけて手踏んでいる。マシコンがまずゾーン1、2は通過。取っていい、いい、これはいい。そのパワーを生かして、そのためにこのエンジンを作り上げてきた。さあ下田が取って、なんとかギリ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 、なんとか減点なく今フィニッシュ。減点なくフィニッシュ出ました。得点 97.4、 4番手水槽1回戦が大ベテラン大先輩、とりあえず相手になるように頑張ります。まあ当たり前ですけどウェット走ったことありません、このマシンで仕様変更してからね。まあ、だからとにかくもう前はもう全くデータがないんで、まあ、本番形にできるように頑張ります。カーナンバー66藤野秀幸 VS、はい、カーナンバー23下田紗弥香。さあどういう対戦になるか。それでもやはり今年のさらなるステップアップしてくる下田紗弥香の走り、このウエットの面非常に難しいところ、しかしこの奥行吹き、昨年のもちろんベスト16に入りいい走りを見せたというとのこのコースにおいて、さあ藤野相手にもう思いっきり行くしかないという形の中で、さあどうだ、ドスの得点藤野秀幸84でゾーン外しマイナス1、83、はい、そして下田紗弥香ドスの得点がちょっと低すぎる。やっぱりまっすぐ多かった65、あと1ポイント5、うん、83-70というところで入れ替えの2本目回りたいと思います。下田紗弥香先行、あとい藤野秀幸2本目のスタートです。さあ下田が、そして後ろから藤野がまず見ながら来るでしょう。近づいといて、近づいといて、さあ藤野秀幸どこで入っていく。いやー寄りすぎたところがあってちょっと戻り気味になった。危ない危ない。でも大きな欠点じゃないですよ。そうですね。でもちょっとここトスは引かれるぞ。さあここなると後追いが取れなくなってくる。後追いが取れなくなってくる。
さあ、どの得点の低いところとあと1ポイントが取れない藤野秀幸、わからないぞ。さあ出ました、下田沙耶香どうぞの得点80、そして藤野秀幸88、はい、あと1ポイント2、ベスト8進出、藤野秀幸です。大健闘でしたね、はい、はい、いや下田選手大健闘と言っておきます、うん、本当にね、もうこれ奥へ吹き終わったら雨の日のちゃんとセット出しもやりたい。もう後ろもすっぽ抜けるは旋回中にもう一定の角度になるともうフロントがもう真横に走ってもう前にも進まないから、ちょっとそこをまた改善していきましょう。前向きに可能性があるのが手応えあります。こんなもんじゃないってこと、まだまだ、そう。倒れているピットもありました。雨のセットをチェックランの1ヒートで出したいと思います。23マーキュリーシャラクジンバリのエース1号下田沙耶香です。めちゃめちゃ人気の下田沙耶香来ましたよ。この人は女性ですか。下田です。昨日は通りまして13位という成績、下田沙耶香。さあ今一番 D1 の中でも人気の高いこの下田沙耶香の振り出し、ずっと持っていく、ね、さあウィントがいい感じよ。なんとか綺麗に持っていった。おお、いいとこ通ってる。おお、これね、これこれ行きますよ。もう一回グリップ返す。ずっと飛び込んでいける。角度足して。何と、いい角度。いい角度。さあどうだ、どうだ。さあどうだ。さあどうだ。そのまま返して。これはフィニッシュしていましたよ。あのね、拍手。拍手。あ、スピンした？スピンはダメだ。スピンはダメって言ったの。これはスピンダメじゃん。感じにしました。マイナス10点もされんのあれ。だから90点4だったから2ぐらい。上から富士の第5 S 岩井なんですね、はい、うん、下田が 89.4 以上いけば。さあどうでしょう。でもさっきの走り果敢な、なんか攻めもありましたからね。 89.44 を上回る走りというのは十分に期待できますよね。はい、こっからのフィン、いいスピード、いいスピード、いや攻めてくる、頑張れ、いけ、おー、すごい走りで落ちたわけじゃないから、まあ、競れた結果だから、まあ、次につなげましょう。まあ、失敗しちゃった。おはようございます。今日は、停止所にやってきました。前回の奥へ吹きで
まあ、ちょっと苦戦したのでこまっちゃんオリジナルナックルに変えていただいたのでこれをテストしたいと思います。すごい人生初めての経験。潜入して横見てるから気づかなかったんですよ。途中まで前見たらもう何もないみたいな。どうしましょうどうしましょう。このまま瞬間にこんなにひどい雨が降ってきました。もうこれ走ってる時に降ってくれたらよかったのに。フロントガラス直りましたか？大変申し訳ありません。申し訳ございません。設置してないからどん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 フロントがね向こうに持ってかれて、まあ、この時にドリフトアンダーが出てる状態、フロントが効かなくなっちゃってる状態。Thank you.
はパチン惜しいんだな。車速137だからね、遅いな。170キロ出ました。もう結構ちょっと一生懸命走ったんで、今の点数、ドスの点数をちょっとチェックしてみたいと思います。6.37。え、なんでここ出てないんですか。まずはドスエラー。今日走って、もうちょっと何を直したらいいですか。基本的に間違ってないの、走らせ方。だからあとはもう一度精度を高めるとかいうだけで98点ぐらいの走りはできるから、まあ、自信持った方がいい。なんで？まあ、すげえ焦って、お前ちょっとあまりでも痛かったら無理しない方がいい。どこに行っても人に迷惑しかかけない野郎です。どうも自分の思ってる武器をちゃんとしっかり出したいということで、もっと完成度を上げていきたいと思います。筑波戻ります。今から骨は異常なくって、まあ、でも多分ちょっと神経とかじゃないですか、やれちゃってんの。もどかしいようだけど、無理しちゃったらね、選手生命も危ないので、そこは気をつけた。走りますよ、走る時だけは麻痺させるから大丈夫。乾燥だ。入っちゃいますよ、入っちゃいますよ。どうやらセットができたということになります。それでは参りましょう。カーナンバー23マーキュリー社楽人バリの下田沙耶香 S15 1本目のスタートです。さあ、そうですね、スーツがかなり派手な蛍光イエローに変えてきました。さあどうでしょうか。まずはギリギリのところを通過して後ろから行ったスピン。あ、回ってます回ってます回ってます。そのまま回ったスピンピーって行ったけどスピンじゃなかったさあほぼスピンでしたけど、さあそのまま降りてくる。なんとかコース内に踏ん張った下田沙耶香。1本目しっかりと最後まで、まずは走り切って1本目、得
点は取っていきたいということになりますが、ということはいいことだと思うんですよ。第2セクターあれ一瞬見てスピンって持ったのに、うん、走ってるってことはいいことなんですよ。まあね、すげえことなんですよ。あの首をねちょっと痛めていたというところで、はい、そのあたりで同じことずっとやってたのに、はい、今回はスピンしなかったね。でも0点です。第2セクターがスピンして止まったものを動かした再始動しただけですよ、ね、そうですと同じということなんです、うん、はい、あのドスが取るのはね、あれをスピンと取ってあげなければいいのにと思った。今度は2本目ということになりまして、下田沙也加が先頭。さあ下田選手はアウトしていく。点以上の走りとしてどうでしょうか。点数じゃない走りです。1本目は失敗している下田沙也加、なんとか2本目。まずはトーマン外した。こんなのやらなくてもいいことやってるもん。ものすごい決心入からのなんとか戻し込んで回し込んではいく。さあ1コーナーは立ち上がってきた。どこまでのドスが上がるかどうかはちょっと微妙なところではありますが、さあ第3第4そしてヤンピンに向けて、ここは取っていく。空間ギリギリ、ここはギリギリ。今フィニッシュ下田沙也加。意志を感じますよ、ね、そうですね、私はこの走り方で通すから、 ね、それ以外はやらないのっていうっていう感じでしたね。そう、それ練習からずっと同じなんですもん。そうなんだ、すごい修正しないんですよ。お、頑固すぎてかっこいい。むしろ要するに1コーナーの回し込みですよね、振り出し。私はもうケツシーンでのおかしいことでこれ入れますからねおできるまでやめませんみたいなですよね、うん、かっこいいですね。むしろただこれも下手すると0点になるような気がしますよ。そうですね、はい、ダメかもしれないですね。だから不可能への挑戦かなんかをしてるんだと思います、はい、0点になってしまいました。2セクということで 76.7、 うーん、ラウンド3下田沙也加、残念ながら通ることはできないということになりそうです。まあ30点超えたのは良かった。やっぱね可能性を感じる。北京空港に到着しました。
前に引っ張ってみる。ギリになると思う。本当ですか。とにかくね、そのね、まず払拭させたいと思います。なるほど、うん、水曜日も狂ったように一日そう、もう狂ったように、うん、走り回るって感じですね。そう、もうそれしかねえんじゃないかな。何かあったんですか？
マーキュリー、シャラクジン、バーリの下田さやかです。さあ、青岡慎がスタートしていく。下田さやか、S1 号の1本目、お、距離はいいですね。さあ、スタートしていくギリギリとから回し込んでいけるか、はい、お、決めた。うわ、これいくか、このまま三角を取った。お、お、お、ぴったりじゃないですか、これまとめてますよね。通ったんじゃないですか。おー、来た。97.0、13番手です。ニセク今18点だったんで、ここをもうちょっと攻めれれば。あと3メーター奥で振っていい？絶対ちょうどいいから。カーナンバー23、下田さやかの2本目のスタートです。2本目97.0を出している。さあ、さらに得点を伸ばせるか。角度つけた。お、角度はいい角度。いや、これ伸びるよ。セクニがすごい良くなったんで、はい。このまま。7点台半ばから後半。お、セクター2の角度のつけ方と通り方、ラインがすごい良くなったので。これはいったか、下田さやか。本当上手ですね。おー、あ、熊さんから見てもどうぞと思います。本当に、はい、あの1セクの逆風の短さでこれをつないでいけるテクニックをちょっと知りたいです。おお、そんなに、はい、すごい、はい、あの本来セオリーで言ったらあの逆風の短さだと
セクターにあんなに多分いけないはずなんですよ。飛ばせない。あれ？あれ？下がった。何が悪いんだ。96.3。セクター5。あ、最後の。はい。いやー、もったいない。今シーズン2回目ベスト16残りました。この下田がどういう走りを見せるか、本当につくばでは痛い思いもいたしました。このつくばから、さあ車を仕上げ、そして走りを鍛え、この恵比寿に臨んでくる。しかし速いぞこの GR86、 村上に対して、さあどう飛び込む、いい角度、いい角度村上、はい、さあこれはいい走り、いい角度でいってますね。角度がなかったのは下田さやか、はい、これは先行村上がいい、先行村上がいい、あ、いいですね。アトイ全く下田揺れず、はい、下田さやかドスの得点95、アトイポイント 0.5、 97、 95.5 というところで、その差は 1.5 しかないというところではありますけど、入れ替えの2本目、下田さやか先行、アトイ村上満、さあどういうアトイを村上が見せるのか。もう下田は思いっきり行くしかない。まずは下田が行く、そして後ろから村上が入る。下田選手が今度いいですよ。さあ、ラインで行く。さあ、これは待っていられる、待っていられる。下田も思いっきり行く。しかし、しかし村上が寄ってった。はい、出ました。合計得点199対189.5、ベスト8進出、村上満です。いや、下田さやか残念ながら敗れたり。まだまだ頑張りましょう。ショックはストローク量はあるんだけど、ここでもう完全にロックしちゃって、それ以上足が沈んでないよってなってたら乗りづらいよね。こういう状態のこうしたのね。そうそう、多分作動角がいっぱいいっぱいになってて、多分それ以上縮んでなかったね、多分足が。
足が折れてアクセルワイヤーが引っかかってガードレールにごっつんこいたしました。クスクール号治ったばっかりなの。タイヤが取れた時にフロント押されてアクセルもこんなになっちゃった。請求書、ガードレール156,600円だって。やーん。おはようございます。本日は茂原ツインサーキットに練習に参りました。壊れまして、これから牽引されます。We are heroes.
うございます。お疲れ。お疲れ。おはようございます。どう？絶好調です。絶好調。ちょっと差し入れ、差し入れ買ってきたけど、ちょっと一人きつかない？どっちか。そうなんですね。あ、うまい。ちょっとですね、おもらしですか、今投資確認が入ってますね。ちょっとこう出てくるくらいだと、はい、ポスターは黙って、これはかなりそれ使われてきますよね。うわーすごい、いや、マジですごいなって、次に上がる気が、あ、ですね、抑えられると、はい、どうか逆がついた、あが、外側見てもらったらドロップしてるところがあるから、ドロップしてるところ、オイルが少ないか偏ってるか可能性もあるから、前回より勝てないリスク高いから、
身も問題なく最後まで 97.40 番手、ボーダーラインの上というところに来ております。今現在11番手、 97.39 というところから、ちょっと上げていきたいですね。これは上げてくればまずこの位置でもギリギリいけるかもしれませんが、上げておけば問題。飛び込みだったら 1,2,3 OK ですよ、 OK ですよ。もう4が来たらもう来た来た来たですよね。下手したら99点台出るんじゃないかっていうぐらいのいい走りです、ね、はい。あー出なかった、 96.5 です、 96.5 98.5 ぐらいですね。 出てるんですね。でも1本目がありますんで残って待っています。ここまで走ってくれるの嬉しいよね。どうかですけど、2本目ちょっと悔しかったね。下田さやか残りました。下田さやか残りました。単走ファイナルラウンド8、16位下田さやかという結果でした。藤野さんとはその昔からそのツインでコンビ組んで大会出たりとか出したから、 D1 でもね、チーム組んで。He turned toward me and looked so weak. I've never seen you. カーナンバー18、単走10位第2位、イビノ哲也 VS カーナンバー23、単走16位、下田さやか、1本目のスタートになります。下田さやか、この赤いマシンに対してどこまでついていけるかどうか。さあどうでしょうか。なんとか綾瀬はついていけらず離されるようにしたいところ。いや離された、暴れた。さあ日比野いいところ来ている、日比野がいいところ来ている、しっかり出ている。いやギリギリのところ。さあ日比野哲也どうぞ、得点99。さあゾーン3、やっぱり取れていないマイナス2というところは捉えています。97点です。下田さやかどうぞの得点95、そしてマイナス2は NGC です。取られました。ノーグッドチャレンジ、97対93、入れ替えの2本目です。下田さやか先行、後追い日比野哲也見ながら多分どれだけ取れるか来るでしょう。青と赤の対決。さあ下田のマシン S15 後ろから GR86、 日比野哲也見ながら入っている。さあそしてここ下田がいい形で抜けていく。いやあ、日比野だ、日比野のまっすぐ、日比野まっすぐ。下田さやかどうする得点98、日比野哲也いや85点になってしまって、これは逆転だ、ベスト8進出下田さやか。日比野さんに勝ちました。単走90あって、そっちより混んでるからね。単走90あってよかったね。やったー、よくやった。うるさいっつ。おいじゃん。やったー。めっちゃ嬉しい。下田さやか先行、後追い秋葉流星、1本目のスタートです。さあこの2台のマシンとエンジンが今高鳴る。 S1 号シンビアどうしの対戦、お
ここも青と赤の対戦で、さあ真っ赤な騎馬流星、見ながら入ってはいる、見ながら入ってくる、入ってくる、うまいところ、うまいところ、角度を抑えながら、角度を抑えながら、ずーっと入ってきた。さあ出ました、下野さやか、ドソの得点97、秋葉流星ドソの得点ちょっと低い92、しかしあと1ポイント11 97対103、6ポイント秋葉流星アップ。まださやかが遅れて、秋葉流星のその横に今セットいたしました。それでは参りましょう、入れ替えの2本目、秋葉流星先行、後追い下田沙耶香、2本目のスタートになります。さあどうなる、まずは秋葉流星、そして下田、食らいついていけ、どうだ、ちょっと離れたか、飛び込み秋葉いい、悪くない、さあ秋葉流星、下田沙耶香どうぞの得点83、マイナス5が入っています、まっすぐなところを引かれています、98対78、という声決定、ベスト進出秋葉流星。ジャバジャバ振らないことを祈ろう。気をつけな、路面は完全もう上かな。ひどいね、全然思ってたよりひどい。
はようございます。おはようございます。え、車大丈夫ですか？ウィング割れてる、向こうもやばい多分。できるのかっていう感じ。風の抵抗を受けない23マーキュリー社楽人バリの下田さやかです。さあトップバッター、さあエンジンを高らって、まずはこの下田がどういった走りを見せてくれるかどうか。エンジンもいい状態になってきて、まだいきなり振り出しギリギリのところ、第1ゾーンきれいに通過した。ちょっと小さいところ行ったけれども、なんとかうまく第2ゾーンも通過して、さあここが難しいというところの振り出し、スーッと上げていくところの角度はどうでしょうか。第3ゾーンも OK であれば大きな減点なく、まずはまとめてきた、はい、そうですね、まずはまとめてきたという 96.9 で、全体的には OK というところですね、はい、第4セクターがちょっと低いと、ちょっと低い、はい、いうところは出ております。下田さやか2本目のスタートになります。さあ1本目 96.9、 得点的には7点台、やはりここは入れておきたいところ、ね、しかし1本目から7点近いところは出している。下田さやかのマシンがスーッと飛び出してくる。さあいいラインできた、ライン的にはいいところ来た、踏み込んでいく、踏み込んでいく、さあこの下田の4セク、最後の5セクの角度旋回、この辺りはスライドだったかな、おそらく最後 J 区間でのまっすぐが取られる。やっぱりだ、第5セクターが0点になってる、 77.7、 これは1本目の得点でということになります。
と入りますように。大丈夫だ。ナンバー23マーキュリー社宅人張りの下田さやか。さあ下田残れるか、水槽に行くことができるか。その一本、まだ振り出し、角度はついている。角度はいいですよ。いい角度のまま、ここでジャンプして戻らないように。悪くはない。さあそのままいった、あとは振り出し。さあこの振り出しがどうか。あとはここ角度ですね。角度もちょっと後から付け足してった感じになったかな。どうでしょう。 94.9 本セク低すぎ、あと3セク角度変化だ。あーしてるんです、ね、いやーこれは辛いところでした。1本目 94.9 ちょっと伸びなかった。さあ下田どこまで得点を伸ばすことができるかどうか。まずはミッションか、クラッチか。いやギアが入らなかった。いるかどうか。まずはあ何かミッションか。見に行った時にあここでいつか知りたいなって思って、まあ、あの時はほらまださマニュアル運転できなかったし、ドリフトなんてもう全然もうやったこともないぐらいのレベルだったから、ここに行きたいなとか G1 ドライバーになりたいとか思ったけど、なんか改めて初心の気持ちに戻ったじゃないけど、こんだけ間近 でしかもナイターでドリフト見て、当時の純粋なドリフトってすごいとか、車かっこいいなっていうのがその時と同じ気持ちだった今日。多分ね、結局これって何年経っても変わんないんだなって思って、ほらナイターってさ準決勝決勝まで行かないと走れない。私の車を持ってきたいね。ドリフトが一番かっこよく見えるロケーションで走りたい、決勝行きたいね。なんか今度はいつかそこに行けるようにと思って頑張ろうと思った。頑張る姿とても素敵です。さやかちゃん、これからも頑張ってください。頑張って、さやかさんも応援してます。佐々木健さんの今年1年間印象に残っているワンシーンはどこですか。筑波かな。筑波やっぱりセットがあの時はちゃんと出てなくて、ケツから入っててもどうしても前がこうやって逃げていっちゃう症状が、その1セクでどうしても30点以上取りたかった。2セクちょっと多少落としてでも1セクで取っていけるんじゃないかで、結果2セクで0点になり、まあ、予選取らない。ちょっとそこはちょっと一番悔しかったかなっていう感じ。今年2023年印象に残っているシーンはどこですか。僕は意外に初戦の送り引きなんです。
今年に入って車はやっぱ作り変えて、まあ、エンジンも乗せ替えていつごと同じカラーになって、間近で車がこう生まれ変わったのを見たら、やっぱり原曲走るのかな、それですごくねドキドキワクワクしていたのがすごくやっぱ印象的で、それに応えてくれるようにドライバーのね島田選手もかっこよかったなってすごくやっぱ純粋に思うから、自分としてはそれが印象に残っています。つよぽんさんの今年2023の中で一番印象に残っているワンシーンどこですか？オートポリスのエンジンブローかな。やっぱりねメカニックをやってて走れないかもしれないトラブルなわけじゃないですか。その中で徹夜でやってでもなんとかして走らせなきゃいけないっていうね、そこで初めて分かるものって気持ちが変わったりするから、ここが今年のハイライトだったのかな。杉本さんが今年1年間で印象に残っているワンシーンどこですか？オートポリス、日比野さんの逆転、あの湧き立つ気持ちはもうあの瞬間じゃないと出ないよね、うん、2023年印象に残っているワンシーンはどこですか？最終戦お台場じゃないかな。まあ最後の最後でミッションが入らないっていうねトラブルが出てしまう、まあちょっと悔しい結果。久保さんの2023年一番印象に残ってるシーンはどこですか？さやかちゃんが一番頑張ったのは筑波のむち打ちかな。痛い思いしてまでもこう走って欠点取ろうとして、うん、頑張ってる姿やっぱし見てて最高だなと思いました。もっと最高の走りをお見せできるように頑張りたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。